どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。急反転なんと、昨日のザラバ安値から今日の終値まで、まあ、わずかね、1日半ぐらいで1300円以上の急騰となった日経平均。 下げるときも上げるときも大きく動くね、非常にボラタイルな状況になっています。えそして昨日各大作戦で、まあ、ロングサインが点灯してきたっのお話をしましたが、今日も一つ点灯しています。そして今日はね、700件以上上昇するという、まあ、強い上昇の流れをね、ある程度、うん、察知できたんじゃないかなという気がしています。 ただね、ちょっと急激に上がりすぎたので、ここからどの程度の強さになるのか、判断難しいんですが、少しでも現状に迫れる、迫られるようにね、チャート見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、10月5日、日経225オプション考察、始めていきましょう。 はい。それでは10月4日の相場外交からです。日経平均の終わり値26,992円、776円高、プラス2.96%、トピックス1,906.89、プラス59.31、プラス3.21%、マザーズ724.16、プラスの22.79、プラス3.25%ということで、まあね、算指数とも3%の上昇と、 す、ね、すごいですねでこれだけ上がって景気がいいのになぜ日経平均よりもトピックスの方が上がっとるんじゃいと個人的にはねなぜこんな日に NT ショートになっとるんじゃいと、ね、NT ロングを昨日入れたまま、ね、今日はこうはなんだろうな全然利益が増えないどころかちょっとね損失が出てるっていうところにね切ない思いをね700円高ですからね。 はい。まあ、そんなことはさておき。え、次に売買代金ですけれども、東証プライム3兆2293億円。今日はね、朝から非常に売買代金できてましたが、え、しっかりと3兆円超えてきています。そして、スタンダードが804億円、え、グロースが1385億円ということで、こちらはね、昨日よりも、まあ、少し上昇しているという感じですかね。で、次に恐怖指数ですけれども、アメリカのビックスが29.23まで一気に下げてきました。昨日の同時刻が31.89ありましたから、 まあこちらはね、2.5以上下げてきたということで、まあ、それでもまだ29.23なんですが、まあね、一時期30をずっと超えてた週間。 から見れば、まあ、少し落ち着いてきた感じもする値になってきていると。そして日経平均 VI もまあ今日は700円高ですから、マイナス1.70、24.52。こちらもま,あまだ25を割ったばかりということで、まあ、少しね、平時に戻ってきていますけれども、まだね、あと23を割り込むような値には来ていないので、まだ少しボラティリティが高めと、まあ、そんな状況にはなっています。はい、それでは早速チャートの方を見ていきましょう。 まあ、昨日ね、最初にもお話をさせていただきましたが、まあ、一応いろんな大作戦。あと、今日ね、メンバーシップの方にお配りをした大作戦シート。だいぶピンクが増えてきましたよね。まあ、このあたりが、まあ、さすがに今日ね、昨日今日で1300円も上がってりゃ空ね、ということなんですが、まあ、このあたり今日のボイシーでもお話をしましたが、うまく先物ナイトセッションで、この初動をね、捉えていただければな、なんて思っておりますが。はい。そして、さらにまた一つね、本日開催員。こちらももうメンバーシップとか、まあ、ボイシーのプレミアムでちょっと話をして 下が覚えてないんですけど、えー、そのあたりでご紹介をしているチャートが一つ解散になってきて、まあ、追随という形になっています。まあ、この原因はね、金利が引き続き一服してくれていることに、えー、まあね一番大きな理由があるかなと、まあ、ISM のね指標がどうだったみたいな話もありますが、まあ、ベースはここかなと、まあ、問題だから金利がここからどうなるのに尽きるのかなという気はしています。はいということで日経平均の引きしですね。えー、大きく窓を開けて上昇。で今日はやはりね、うんと。 ここですよね。5日線が、あの、上向きになって、えー、の抜けた。ただね、やっぱりもう、ここまでね、急落してくると、反発は窓開け上昇で一気にね、上昇する。この時はまだしも、今日はね、もう本当に寄りついたのがここですから、うん、現物だけやってるとね、まあ、それでもこんだけね、こっからここまで取れてる。今日、もう高値引けですからね、26,992円。なんですが、まあ、やはりこのあたりでね、先物でうまく仕掛けていきたいな、というところですよね。はい。まあ、私はね、この後、 えっと、アルモシレーターのチャートで、えー、どんな風にしたかっていうのをご紹介しようと思ってますが、まあ今日は5日線を抜けて、これでいろんなね、あのロングを打てるよというサインが、えー、点灯してきました。ただ、モメンタムはまだね、700円ぐらいのマイナス圏にいます。だいぶ戻してきてますが、まだマイナスだというところ。で、今日はここの窓を埋めました。えっ、ー、とね、ここですよね。うんと、まあ3区というか3つ窓を開けた。ただね、これちょっとね、話は、あの、ここにね、あの、 戻るんですけど、ここ三区なんですけど、まあ、この時ね、私動画では、三区叩き込みではね、厳密にはないよと。まあ、真ん中ね、ここ、ちょっと余計な陽線が出てしまったのでと。で、まあ、だからというわけではないんですけれども、まあ、ここでね、陰線だけの戻した、ここもいね、陽線だったら払い見合わしやったのに、みたいな話をね、動画でしたんですけど、やはりね、もう一回掘るんですよね。はい。まあ、ここがちょっと余計だったので、まあ、このあたり三区叩き込みとして、えー、買ったり、まあ、ここもね、 陰、えっと、の洋ハラミになった。まあ、これね、どっちかが3になってればもしかしたらこの辺りで戻したかもしれないんですけど、もう一段掘ってしまったというところで、まあ、こ今回ね、ちょっと先週、先々週の反省点というか、えー、投資メモに書くのだとしたら、うん、やはりね、この3区は開けても、えー、きちっとした叩き込みとかね、踏み上げの形になってない場合、それから、ハラミ足、ね、陰の洋ハラミにならなかった場合。 まあこういう時はもう一段ね、あの、下。まあ上に行く時もそうなんですけど逆でもね。もう少しオーバーシュートする可能性もやっぱり高いねってまあもちろんね、ローソカ足のパターンだけで全て語れませんが、まあこういうことが起こり得るよねっていうところはね、ちょっと投資メモ残しておいた方がいいかもしれません。いずれにしても、ここが7月安値、ね、ここが6月安寝、ね。いっ ダウンは7月休みを2回割ってね、昨日は下からドーンと上がって、今日もドーンと上がって、ここからここまで1320何円かな、上がってるということなので、ちょっとね、戻りが強すぎるかなという気はします。ですから、やはり見ておかないといけないのは、200日ですね。でその 前に、ここに、この後出てきますけどね、フィボナッチの節目もあります。ですからもう、今日いきなりこんだけ上昇しちゃったので、戻りのね、あの、バジェットというか余力はだいぶもうね、使ってきた。で、その前にパラボリックがね、ここにタッチすれば要点してきます。明日も下がってくるので、早ければ明日にもパラボリック要点すると思いますが、まあそうなった場合はね、パラボリック大作戦の方に目を向けるぐらいの方が、 全体的なね、長期トレンド、これ下がってますからね。25日線と200日が、まあ、ぶつかる27,300円ぐらいのところ。ここがね、一旦の戻りの目処かなと、個人的には見ています。はい。え次にね、こちら、アルンオシレーターですね。はい。アルンオシレーター大作戦で、9月の30日に、ここね。 えっと、バンドを抜けてくるというところなので、えー、また、そ、え、こ、ー、サイン、ただしここはトレードポイントではないよと。で、5日線が上向きになって、ローソカシが抜いたら、つまり今日を、えっ、ー、と、これ、ロングポジションを取,り取れるよっていうね、えー、判断基準になっています。はい、なので、まずね、ここをしっかりと見ておいてください。で、んとね、まあ、でもね、窓開けちゃってますよね。だから、現物から入るとね、まあ、だいぶ上から。 まあ、ポジション取らないといけない。まあ、こういう場合、今日のボイシーでもお話をしましたが、えー、っとね、うん、とこの先物を使って、できるだけこのあたりでね、ポジション取れるように、まあ、先物だったり、オプションだったりっていうのは、やはりね、覚える、武器にするっていうのは一つ重要かなという気がします。やはりもうね、ボラティリティが高かったり、ね、大きな動きをするので、どうしてもこの天井とかそこから反発するときってね、窓を開けて急騰してしまって、 かなりねあの、戻してからポジション取らされると、まあ、この現物だけでね、チャート見て、これ、後から振り返る場合はね、ここからまだこんだけ上がってるとか、ここで打ってもね、こんだけ下がってるじゃんみたいな、まあ、そういう捉え方ができるんですけど、いざね、実際にあのポジション取るときって、もうここでね、もうここで。 ね、あの、上値が重くなるんじゃないかって思っちゃったりするやっぱりこのあたりで,できるだけポジション取りたいですよね。まあ、こういうところで取ると、もちろん騙しの時もあるんですけれども、なので私はね、先物で、ここで、先物の,のチャートを見て、先物がね、これ、えっと、10月の、うんと、ここが2日の足なんですよね。 で、えっと、ギリギリ、5日線が、まだ、でもね、この時はまだね、横ばいだったんですね。ただ、5日線を、先物はね、ちょっと、現物よりも早く抜けてきた。そして、ここが10月の4日の足です。ただし、先物で言う10月の4日っていうのは、10月3日のナイトセッションからなので、厳密にはね、10月3日の16時半からこの足が出て、で、この時は大きくね、上昇。まあ、ね、あのー、ISM の製造業の指数が出たりして、ぐっと伸びた、アメリカのね、ナイトセッションで伸びた。 なんですけれども実は夕方からずっと上がっていってたというところでこの辺りでねこれ 26, 2万6280円ぐらいなんですけどこの辺りでポジションを取れればあのね今日の現物の2万6500円を超えた辺りで取らないといけないということから比べればだいぶ、ね、300円ぐらい。 え、早めに取れたと。まあもちろん結果論ですけれども、でもこういうチャレンジの方が、やはりね、長く見るときにできるだけね、一回の勝ちで利益を伸ばしていかないと、年間トータルでね、あの利益、勝ち組にはなれないので、まあこういったところをしっかりと取っていきたいなと。だとやっぱり先物でポジションを取るっていうのが重要になってきて、まあ一応ね、この時私も、まああのね、動画で偉そうに言ってるのでえ、当然毎回チャンスになれば私もポジションは取っています。ただしね、ちょっと今回は証拠金がね、 割と今、プットの方でいっぱいポジションを持っててですね、あんまり残ってなかったので、そんなに取れなかったんですが、まあ、ここをね、はい、えー、10月3日の18時24分に、えー、っと、コールデビット。まあ、ちょっとね、コストが思い,いのが高かったので、125円幅。 えっと、コールのね、27,125を買って、そして27,250を売りました。まあ、本当はね、先に買わないといけないんですけど、あのね、えっと、両方立ててたら先に売りの方が約状しちゃったので、慌てて買いを入れたみたいな話ですけど、えー、コスト22円ですね、2万2000円で27,125のコール買いと、えー、27,250のコール売りをこのあたりで入れています。 はい。で、さらに、まあ、125円幅なのと、こんなに急に上がるとは思ってなかったんで、ここね、インザマネーにならないかもしれないなと思ったので、えっと、先物の,のミニも1枚買ったんですね。で、これは、もし上がるようであれば、少し待ってからトピックスの売りを入れて、NT ロングね、ちょっと変形の変速 NT ロングのね、縦玉にすればいいやと思って、ちょっと買ったんですね。なぜならば、1時間後ちょっと下がってきたんですよね、175円って。まあ、これでも12月切りですからね。はい。あの、10月切りのここの値に比べるとちょっと安いんです。 けど、まあそれでもね。あれ下がっちゃうのかなと思ったので、下げ止まりを確認してね。踏糞足で <laughs> でここを買っています。で、このプットはえっと。これはねえっ、ー、と95円ぐらいでえっ、ー、と止血した <laughs>。買いのね。はい、えっ、ー、とお恥ずかしい。えっ、ー、と決済売りというかまあ、損切りをしたと。ただこれね。今見たら20円ぐらいになってるのでね。74円で。 ね。まあ、だから20円ぐらいの損切りをちゃんとしといてよかったねという話ですよね。まあ、こういうのもやっぱり重要かなと。これ持ち続けてたらね、そのまんま、えー、さらに5万円損失が出てたわけなんで、ここはね、結果オーライかなと思っていますが、まあ、こんなポジションをダダダダ,ダッとですね、えっ、ー、と、メンバーシップの PDF を作る合間にね、私もポジションを取ってるんですが、えー、アルンオシレーターとか、えー、この後出てくるね、25日、えっ、ー、と、率大作戦も5日戦を上抜いてここね、ロングのサインが出てるので、 まあそれに従って、先物を見て、この早いタイミングで、ちょっとね、ポジションを入れたと。はい。私もえ自分で言ってる以上は、一応ね、ちゃんとポジション取ってますよと。はい。で、今日もう一つ、えっと、一つね、あの追随でロングサインが出たのが、えっと、スクイーズモメンタムというサインですね。こちらも、うん、とこちら、ボイシーのプレミアムかな、うん、YouTube でも。 解説したような気するんですけど、メンバーシップで。はい、え、こちらがですね、今日、あの、ちょっとだけね、これ、あの、スクイーズモメンタムはほんの少し遅いんですね。ですから、新型 MACD とか、えー、アロンオシレーターみたいに早めに出るサインから一歩遅れて、だからね、昨日、おととい、25日乖離率とか、えー、っと、それから新型 MACD なんかがね、えー、っと、要点したんですけど、今日一日遅れて、えー、っと、またね、ロングサイン。ただし、もう今日これね、あの、 ここがロング、ここで判断するんですけど、ここでサインが出たと同時に株価の位置がね5日線の上にいてるので、もうポジション取れますということで、まあ、あのこの時もそうなんですけど、CPI の前ですけどね、えっと、サインが出て即日なんですが、えっと、早いサインからは1日2日遅れることが常なので、これでポジションを取るというよりは、新型 MACD とか他のサインがねロングになっているときにこちらもついた場合は、まあ、少し、 ね、余力がね、もう少し上昇が続く可能性が高いよって言ったのがこのスクイーズモメンタムの追随サインなんですよね。これが今日出てますから。 まあちょっとね、上値はちょっと個人的にはバジェットもうそんなにないんじゃないかなと、27,300円ぐらいまでじゃないかななんて思ってはいますが、まあ、引き続きもうちょっと上昇するんじゃないのっていうサインがここで出ています。はい、ということで戻りがね、じゃあどこまで戻るんだいっていうところはこれフィボナッチで連日出してるものですけど、えなんと今日ね、大きく上昇したことで、えまさかまさかの27,000円までもう来ちゃってますから、38.2%戻しですね。こちら、え3月安値と去年の9月高値とのフィボナッチです。

まあね、直近2年の中の高値と安値で取ってる、まあ一番オーソドックスな冷やしのフィモナッチということで、38.2%戻しになると27,017円です。で、もうここまで来ました。黄色の丸のとこですよね。なので、ここで一旦上値を抑えられる可能性は出てきてると。まあ明日以降というか、まあ今日のナイトセッションからね、こっからちょっと腰折れる可能性がある。ただチャートの形とか見るとちょっとまだ強い感じなので、もう少し上昇するとすれば、さっきお話をした200日とのぶつかる そしてこれ、25日が急激に降りてきているので、おそらくね、明日かか、まあ明日は無理かな、あさって、しあさってぐらい、今週中には25日と,な、えー、と200日がね、ガッチャンコそして75日はちょっともう上昇になってきていますが、まあ、このあたりがね、ぐーっと各移動平均線寄ってきます、えー、2万7300円近辺だと思うので、このオレンジの丸あたりですね、上昇するとしても、一旦ここぐらいまでで、このあたりでリターンムーブ、ね、一旦戻されるんじゃないかなと、個人的には見てますが、逆にここ ここを抜けていくと、まあ、今度はね、50%戻しの2万7738円近辺まで、えー、ちょっとね、上昇していく可能性、ちょうどまあ、50日が降りてきますけど、まあ、このあたりが、えー、またね、節となってくるんですが、まあ、いのほか強いよねと、SQ はね、今、2万7500円がせいぜいかなと思っているので、まあ、それよりも上までいくかどうかっていうのはあるんですが、まあ、このあたりが戻りのめどとして見ておくべき位置かなと。はい、でね、次に金利なんですけれども、これ、10年債利回りです。今日4日の21時37分、えー き昨日の同時刻が3.7近くあったんですね、この辺で動画撮ってました、そこから下がったんですけど、さらに今日また3.6まで下がってきているということで、9月28日に、えー、っとね、4.019%の高値をつけてから、今日のね、21時37分、3.6まで、なんと1 0 2%、まあ,あの、下げ幅は0.41%なんですけど、下げ幅でいくとね、10%の下落と、まあ、これね、普通に株価で見たら割と急落しとるなという形で、金利は、ここのとこ1週間、高値をつけてから、あの弱含んでくれているので、その分、株価がしっかりしてきていると。 はい、いうことなんですが、裏返せばね、これ、金利が下げ止まったら、まあ、25日ぐらいまで下がったとしても、またここからね、上昇していくな流れになると、当然株価は下がってくるよ、ということになるので、今の戻しが本格的な戻しになるには、かなりね、まだ厳しいんじゃないかなという気がします。はい、で、当然ね、上、名目金利が下がってきているので、実質金利も下がってきています。 で実質金利が、えっと昨日の段階ね、これ今日、日あの金利は出てますけど、えっと、BEI が、ね、あの出てこないので、昨日の水準で合わせてみると、えー、実質金利が、えー、昨日10月3日、1.493なので、まあ、ちょっとね、来年、それから24年、まあ、金利の、あの実質金利のメド、上値メドが1.5%から1.6%ぐらい。 になっている現状から見ると今1.493なんですね一旦ね1.65ぐらいまで跳ねた後1.493まで下がって1.5の節目終わっては来ているんですよねはい なので、まあ、このあたりにいてくれると株価はね、あのまあ、そんなにね、ここからガツガツ下げるのは一旦止まるかなという期待はあるんですけど、まあ、当然、名目金利上がっていけば、実質金利も上がっていくという流れになって、そうなると、あとね、やっぱり1.5から1.6というと、あと0.1%ぐらいは実質金利、ね、現にこのあたり、あの9月の下旬は1.6近くあったわけですから、FOMC の後ね、はい。なので、まあ、それを考えるとですね、 あとまた、えっと、実質金利が0.1%上がるとすると、 例えばね、ニューヨークダウとか、S、S&P500 で言うと5、5%ぐらいの下落、日経平均で言うと、まあ、これは勝手な私の想像ですけど、3.5%ぐらいの下落になるんじゃないかと、そうするとちょうど1000円下落なんですよね。だから、この1日半で1300円取り戻したんですけど、実力というか、今の金利水準からいった日経平均の妥当というか、あの位置としてはね、やっぱり2万6000円から2万6300円ぐらい、まあ、2万6000円前半ぐらいがせいぜいかなという気はして、 いるので今、ぐっと戻している2万7000円よりも上の世界っていうのは、ちょっと金利が戻したら、ね、またストーンと株価が下がってくるような位置にあるのかなという気もしていて、まあ、そのあたりね、あの不安かなと、まあ、そんなに戻しが、ね、長く続かないんじゃないのかなっていう、ね、2つ目の理由は、金利が今は、ね、下がってくれてるんだけれども。 もうすぐまたね、反転してくると、株価はあとね、3%パー、4%パーぐらいは下げてもおかしくないかなと、そんな気はしています。はい、そしてビットコイン、ここはね、昨日から今日にかけて、昨日つっても、昨日の動画ではね、このあたりにあって不安だっていう話をしてたんですけど、ニューヨークが相手からぐーっと上昇して、さらに今日も上昇してると。 で、まだ2万ドルは超えられてないんで、急騰っていうほどでもないんですけど、それでもね、1万9929まで戻してきています。21時42分ですね。ですから、この後ニューヨークが22時半に場が開いた後に、一気にまたね、金利が上がって、こうならなければ、今日のニューヨークはね、そこがく行ってくれるんじゃないかという期待感があります。V レシオも同様ですね。まあちょっと5日線と25日線の下で、ね、あの、昨日は下から始まってなんとかギリギリまで戻したんですけど、5日線も25日も超えられない。 なかったんですが今日はプレは上で始まっています。 ただし、えー、陰線でちょっと降りてきているので、このあたりね、22時半、場が開くと、まあ、このあたりからね、足が出ると思うので、そこから陰線になってしまうと、元の木網ということで、またね、株価が少し S&P500、今日下げてくるような流れになりますから、このあたりでね、今日 V レシオを踏ん張ってくれれば、つまり、えー、VBX あるク x ですから、ク、えー、x が変に上がるような動きにならなければね、あの、なんとか底堅く行ってくれるんじゃないかなという位置にいます。まあ、今のところ、 はプレで5日線25日日線線超えてきてきいるというところが一つ、まあ、明るいというかね今日底堅くなりそうかなっていう一つの要因でもあります。と、はいうことでまとめですけれども日経平均は今日大きく窓を開けて急騰しました。そししてて5日線がクロスして 一旦は上目線、戻りのところでポジション取っていけるよっていうチャートの形にはなりました。そしてこの後出てきますが、もう結論言うとね、先物売りが今日止まったんですね。だからこれも一つ安心材料かなと思います。ただし、さっき散々言ったようにね、金利の上昇が再開すればすぐ株は下落してくると思います。だからそうなったらね、今回の上昇って単に売られすぎのショートカバーだけという可能性も十分あります。で、この後、やっぱり今週は水木金。 雇用関連、まだまだ出てきますと、で、明日す10月5日は21時15分に ADP 雇用者数ですね、まあ、これは雇用統計の前哨戦なんですけど、最近はあまり雇用統計とね、えー、とマッチしていないので、あんまり当てにならないということですが、えー、雇用統計でね株価が上がって、えー、こあごめんなさい、ADP で株価が上がって、雇用統計で株価が下がるみたいなね、月も。 結構ありましたから、まあ、ちょっとここで踊らされたくないな。それから、同じ23時には今度ね、ISM の非製造業の方の景気指数が出てきます。え昨日は製造業の ISM ね、景気指数が出て、で、これが、えー、結果が悪かったので、FRB の金融引き締めがちょっと緩むんじゃないのと、勝手に株式市場が期待したことで、昨日今日の上昇が演出されていると、すれば、 今度ね、明日出てくる非製造業が、思いのほかね、予想よりも数字が良かった。ならば、株式市場は失望すると。ね、あの <laughs>、良かったら、FRB はね、引き締めを継続できる。なので、株価の期待はまた剥落すると。こちらもね、製造業で上がって、非製造業で下がるみたいな、もう本当にいい加減にしてくれみたいな動きが、今週は十分起こり得るので、まあ、チャートの形はね、今、ちょっと底を打って上昇してくれそうなんですが、こういった指標で真逆 の動きをすする可能性がありますですからまあそこはねちょっと注意をして見ていきたいなと思っていますはいそれではここからオプションの手口ですがまず海外勢合算なんですけどねまあ今日700円も上がってですねいきなり ATM が2万7000もうね昨日とかおとといはここ消えてたわけですよねあのほぼほぼね表からこの辺りかな はい、あのなんですけど、今日は慌てて2万8250まで出して、なぜならばコールの開示エリアが2万8000円まで上がったんでね、はい、今日う、1、2、3、4、5、6ティックも上に上がってしまっているので、まあ、こんな表になってますが、そうすると、2万7000と2万7500の格子価格帯、プット売りとコール買いということで、ここね、どっちもピンクに塗られるぐらいの、これ、こんだけ残高がまだ残ってればなんですけどね、一旦このあたりまで。 ね、ATM があの下落しましたから、そこから見ればね、1300円上がってきてるわけで、うん、ここが本当に残ってるかどうかっていうのが定かではないところが非常に難しいんですが、でもね、残ってるものというか、わ、まあ、かる範囲ではこういう数字になってますから、で今日大きく当然、ね、上がったんで、コールが、えー、買われてで、プットもやや買われたと、まあ、あの2つの、ね、公式価格帯ぐらいですけど、という状況なので、コールサイド2万7000と2万7500。 で見ても、この辺りが今日一気に買われているので、はい、特に2万7千円がね、はい、まあ昨日250枚売った分の519枚買い戻し、プラス土点という形ですけれども、こうやって残高だけ見るとですね、えー、2万6500円よりも上、まあもっと言うと2万6250よりも上、コール買いばっかりなんですよね。枚数はそんなね、1000枚超えるようなところってこの2万7500ぐらいなんですけど、この辺りね、えー、500枚前後でじりじりとまあ一応ね、買いが見えているという状況でもあるので、 意外とね、これ、このまんま2万7千よりも上で S q 決着しても全然おかしくないような、今、ポジションになってますから、急にね、うん、俄然このあたりが、えー、すごく重要になってきていると。で、プット側もね、これ大きく、どっちも2000枚近い売りがね、まあ残ってればですけど、まあという状況なので、えー、ここを見るとね、少し2万7千よりも上っていうような、今ね、あの、海外勢のバランスには見えてくると。 はいなのでまあ、ただね、今元月は上に行って、下に行ってみたいなことね、えー、とオプションの手口が、ね、かなり開示エリアからもずれて、ずれて、ずれてということなので、ちょっとね、残ってるポジションが非常に定かではないので、あまりね、うん、過信はできない元月になってきたなという気がしています。 はい、えー、ゴールドマンなんですけど、ゴールドマンね、今日はコール買ってきてるんですけど、プットも買ってきてる。まあ、ちょっと買い戻しがね、メインのような気もしますが、という、まあ、見た目なので、えっ、ー、と、一方的にコールだけを買ってきてるわけではないと。ただね、これ、あの、プット、おに売りしてるんですよね。はい。なので、まあね、ここの会ジエリア。 でこの後ね、先物が出てきますが、お願いしております。はい。なので、ゴールドマンね、ちょっと ATM が下がったことで、2万6000円近辺のプットをめちゃくちゃ売ってたのがばれちゃったと。A い、ならばもう上に持っていくぜと。まあ、そんなわけはないと思いますが、まさに今日の先物の,の動きなんかそんな感じになってきていて、まあね、ちょっとがぜ2万7000ないし、2万7250よりも上というポジションもかなりね、効いてきているので、この辺りコール台もありますからね。なんですが、そのすぐ上、2万7500 にもプット買いが、ね、結構、2000枚ぐらいありますから、上っちょってもね、今度2万7500にも上、ガンガン行かれても、コール売りのプット買いですから、えー、困っちゃうということなので、ゴールドマンね、上行ったとしても、せいぜい2万7500円までという、ね、ポジションですから、まあ、さっきね、200日が2万7300円ぐらいにあるので、まあ、このあたりのね SQ までの動きだとしてもね、上行ってもせいぜいそれぐらいかなっていうのは、なんとなくね、ちょっとゴールドマンのポジションが、 またこのまんまね、SQ 値がこの辺りで決まってくると、ドンピシャみたいなことになりかねないので、はい。あの、ちょっとね、その辺りを考えると、うん、200日の攻防っていうのがね、少し視野に入ってくるなという気もしています。はい。え次にアムロです。アムロは、うんとね、コールは、えー、まあ、売り長ですね。結構売り長。そして、プットは、 んとまあ、若干買い長になってるのかな、ここが600枚近く買ってますからね、買ってるって言っても買い戻しですけど、なので、今日う1日の動きで見ると、まあ、当然ね、デルタをマイナスには降ってきてるんですが、やはりね、コールの売りは、えー、とかなり積んできています、ただし、2万7000円という ATM 近辺に関しては、まあ、大きくね、昨日626枚売っているんで、その分、768枚買い戻したと。 ここもね、買った分売ってきているので、まあ、チャラになっていますが、そうすると月間の動きとして見ては、見るとね、やはり2万7千よりも上のところはアムロコール売りを強めているので、これ以上上はないぞと見ている形になっています。まあ、だからやはりね、2万6千から2万7千の間、これぐらい、このあたりを見ているんじゃないかなというようなポジションになっていると思います。 はい、最後先物なんですけれども、もうね、今日はここ見てください。ゴールドマンが1万1000枚の大きな買い越しをしてきました。まあ散々ね、先週の、先々週の後半ぐらいから、まあ1週間半ぐらいダーッと売ってきていた一つがゴールドマンでもあった。まあほとんどね、海外勢がおに売りをしてきた週間で、ゴールドマンも売りを増やしてね、あの、今週の まあ、あの、先週の末時点でね、4万3000枚の売り長にして、えー、今週迎えてると。なんだかんだね、これ見てももう、HSBC に次ぐ売り長量だったんですが、えー、ここに来てね、今日1万1000枚と、まあ、鬼買いを、まあ、鬼買い戻しという形ですかね、一気にやってきたという流れになっています。で、まあ、それ以外を見るとですね、 まあそれでもね、売り方の方も UBS が5700売ってきたり、シティが3300、まあ、シティはね、買い長なのでっていう部分はありますけれども、まあね、あの割とド派手なドンパチやってますけれども。 やはりこのね、ゴールドマンが先物で一気に引っ張ってきてると。なので、まあ、明日の動きも、えー、2000枚とか3000枚ね、あの先物買い長になっていると、あのまあね、えー、2万7300円とか2万7500円ぐらいまでは、ちょっとね、引っ張り上げる。ただ、それ以上上に行ってもね、あんまり得するポジションに、あの、オプション側ではなっていないので、しかも全体的には売り長なんでね。なので、今は短期的に一気に買い戻して、えっ、ー、と、S q に向けて2万7000円の上、 あたりを目指して動いてくるのかなという気がしなくもない。はい。ただね、今日見ていただきたいのは、うん、と止まったんですね。はい。あの、昨日も7700だったんですけど、今日、まあ、日経平均型のね、ラージプラスミニはたったの8。まあ、これプラマイゼロなんですけど、トピックスの方が1986枚の買い越しになりましたから、これでね、合算して、本当にね、2週間ぶりぐらいの、えっと、 プラスになりました。あの、当月切りがね。はい。ということで、まあまあね、1万枚単位でバンバン売られていたところから先物は一旦、まあ、とはいってもね、ゴールドマンが1万1000枚買ったからという部分でもありますが、まあ今日はアムロはね、株価上がってるので、昨日に引き続き6000枚売ってるんで、まあここは勝手にね、はい、日々、あの、株価の動きと逆になるようなポジションがほとんどですから、まあこれはいいんですけど、まあこのあたりとねあの、まあまあ、バランスは取ってきてるので、全体ではまだ2000枚の買いなんですけど、やはりね、このあたりゴールドマンと それからモルガン・スタンレーあたりね、でクレディ・スイスも今日1800枚、まあ、ここは短期の,、ね、あのガチャガチャやってくるとこなんですけど、上昇だと見れば、えー、ここも1000枚、2000枚、ね、買いで乗ってきますから、まあ、このあたりで明日以降も、えー、トータルがプラスになってくるようだと、ちょっとね、SQ のまだ1週間前ですから、うん、少し、ね、雇用統計とかの数字が悪くならない限りね、あのー 上に向けて少し降ってくる可能性は出てきているので、まあ、先物の,の動きがね。一旦逆の方というか、まあ、あの売りっぱなしが止まったっていうところは少しねチェックをしておく必要があるかなと思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか？まあ、昨日はね。ちょっとドキドキしながら。 P ーの晴れマーク、そして今日700円だから,からまあ、今日はね。良かったんじゃないでしょうか。と。ただ、明日に向けてはやっぱりチャートの形はね。これ上昇で見ておくべきだと思いますが。が今日がちょっと上げが強すぎた。昨日今日で1300円はちょっとやりすぎの気もするので、早々と。まあ 曇りというかね、ちょっとリターンムーブのもうアリスちゃんが早くも登場してきました。ですから、ここはね、チャートからはまだ上がありそうなんだけど、せいぜい27,300円、200日、まあ、このあたりがね、鍵かなと思ってるので、まあ、明日はね、このような形でちょっとポジションね、見ていこうかなと。ただ夜ね、ISM とか、それから、うんと、なんだっけ。 と <laughs> ADP とか出てきますからまあ、この辺りで株価がまたねちょっと下落に動くっていうリスクも頭の片隅には入れておいた方がいいかなと思っておりますはいということで今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンをそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしておりますよろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね